はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。ということで、今回もウィニングレムン2017アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、ガチャガチャやりましょう。はい、今回新しいガチャが来るかと思ったら、そうじゃなくて、まだ時間があって、来週なのかな、新しいガチャ来るのが。このね、チャンピオンズリーグのベスト16、まだだって5日あるってことは、まあ、来週の水曜日があたりに変わるってことか。そうだね、いいね。いじみに加賀欲しいな。パワーサープーロさん欲しいけど、言われてる。さあ、じゃあとりあえずやっていきましょう。10連まず1回目、ほんとね、10連の方が俺たちはいいかなっていう感じがするんだけどね。今レートもね、840ぐらいで、はい、ここらで補強いきましょう。ちょっとマジ緊張するわ。さあ行けよ。黒さ、2体ぐらい来る可能性もあるけど、ね、ある。黒3体来てる人見たことあるよ。3体来い。うわーい、3体あ、ういでしょ。ガビ、そして伊藤ロ、はい、あー、デニスアレスか。でもデニスアレス結構いいと思う。バックが欲しいんだけどね、どっちかっていうと、まあ、ガビ、デニスアレス、アンドラウメイダ、はい、ケビン・ホラント、マルコ・ログ、ヌニエ、エデルソン・モライス。あ、俺のだ。ケレチ・イヘアナチョ。イヘアナチョ、俺ね、無課金のやつでこれいますよ。放出する。なんだお前めっちゃ使ってんねん俺は。待って、あと5人放出しないと、あと5人放出すればもう一回10人引けるから、キーパーもね、いっぱいいるから、まだ消しちゃいます。トレーニングコーチにしない。まあこれね、上がりやすいからレベル。でも最後の最後結構上がんないけどね。まあね、もう最後は硬いからですよね。結構整理はしてきたんだよね、スカイル選手とか。うん、イヘナチョはもうさら、超使えるよ、イヘナチョ。結構使いやすいよね。うん、すげえ使える、うん、はっきり言って。まあ、だから銀と黒をマッチアップさせた時に、やっぱ差がどうしても生まれちゃうんだよね。ちょっと待って、次やってね。やるよ、当たり前じゃん。やるよって、もう下持ってない。当たり前じゃん俺が黒出すんだよ。岡崎ったら絶対捨てたくないんだよな。サルビューもいい選手なんだよな。どうせイチルベな、速いんだよな、足。お肉さんいいんだよな、こいつ。瞬発が嫌いなんで。いや、行くか、コンディション的に読んだしな。サルビューの方がいいもんな。オッケー。どうぞ。シャクロ。頼むわ。黒来て、黒3体来たらマジで神引き。何引きっつうんだろうね、もうそうなったら。黒怖い、マジで。はい、後でね、1回出た選手は後で見るんで、能力は。あと1回。今回20連。頼む、来い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 。早め、えあーえあー、確定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 。聞こえない。なんか言ってなかった。知らんわ、んなもん。ビン、いや、雷、コシェルニ。やっぱセンターバック欲しかったよね。いいよ。いいんだけど、コシェルニで。そして、あ、スターリング。めっちゃいい。そして、ミゲル・ライアン。あ、でも左サイドバックいないんだよ。ブリント使ってたから、コシェルニ、あ、結構いいよ。いや、確定きたね。確定きた。黒。まあでも、センターバックが銀だったんだよ。そう。だから俺たちはセンターバックがいいねって言ってたんだよね。そう。いや、これはでも嬉しい。いや、いいよ。これちょっと能力後で見てみようけど。ドゥプチ。あと、ドゥプチ。あ、ラファシーバー来たね。いいね、ラファシーバー。キーラン・ギブス。キーラン・ギブスも足早いね。ケビン・ホラント、はいはいはい、デルフ、タジマ・メンディね。メンディ、SF。結構いいじゃん。まあ、コシェルには、でかいんだっけな。これ、アースカルのね。能力見てみましょう。アースのやつだよね。いやー、雷やってほしかったな。ゾクゾクしちゃうね、やっぱガチャは。そう、186。いいじゃん、でかいじゃん。まあ、センターバックもっとでかいけど、みんな。ボール出し86、ケニー84、ユーセン84、瞬発76。こっちだって、7! 7じゃん。いや、これさ、ちょっと今、俺たちの、あの、バックの、あ、でも先日、ほぼ81だよ。高い、結構。スターリングいいなぁ。スターリングマジ欲しかった。え、スパサブ持ってるっけ？スターリング？うん。スターリングね、あ、持ってね。いや、ただこれめっちゃいいよ。ペドロと使えるね。うん、ミケル・ライオンってやつも多分すごい。サイドバック。
メキシコの選手なんだ。結構どこでもできるんだこいつ。いやいい選手だ。これコンディションはどうなんだろう。僕か。まあでもグリーンとセンターバック使いたかったかな。ちょっと見てみようか。新しく編成してみます。確定演出来たね。いやあれで雷になれば最高だったんだけどね。そう、まあ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 って感じだね。今フォーメーション当てはめてみようか。うん、ただもうね、監督さんがコストがもうパンパンでしょ。ああなるほどね。そろそろ買い替えの時期かなと思ってるんだよね。もう多分入れらんないと思うんだよね、コシェリンとか入れたらさ、ほら、ああパワーマックスだ。どうしようかなと思って変えないといけないよね。あとはそのリンコンのところを、そうね、いい、ちょっとプロ。ちょっと待って、ケジラここさ、ディフェンシブケジラにさせちゃえばいいっていうのもあるけどね。ディフェンシブケジラできんの？一応まあ許容範囲だよね。そうだ、4213これ以上バルトンのムーブなんとか、あーみたいなフォーメーションだね。そうだね、ケツに2枚でこれ結構使いやすいから。おお、いいじゃん。ポジションショートパス中央流動的。ただフォアチェックセーフティーだね。フォアチェックセーフティーだけど、なんかこの辺俺らもまあフォアチェックだっけ、あの監督も。いや、そもそもそうじゃなかった。リトリートだったような気がするけど、これいいよ、これいいような気がする。これ取ってみようか。オッケー、320かかんのか。はいはい、でも相性はどうなるかだよね。相性まであんま良くないと思うね。やっぱこっから上げていかないといけないね。またコンピュー戦ってみますか。そうだね、ちょっと待って、じゃあコシェルニーとかせっかくなんで入れてね、みんなまずスカッと組まないと。でこれ今ざっとね、簡単にどうしようかな。コンピーいく？そうだね、コンピーいくのかね。コンピーのトップスターいいかな、トッププレイヤー。まあ動き確認するだけだから、トップ、あの要はプロフェッショナルっていうかスーパースター多分無理だから。無理。スタンダードぐらいかな。いや、プロフェッショナルぐらいでいいんじゃない、さすがに。うん、動きを確認してね、どんな感じで動けるのかっていう。まあ、俺が期待してる選手はこ、まあ、コシェルニーじゃん、うん、あとはスターリッチなんだよね。こいつかなり使えるんじゃないかと思ってて、うん、あとはやっぱり左に置いたミゲル・ライオンかな。そのまま2人は新規として使いたいです。はい、ということでやっていきましょう。キックオフとなります。さあケディラがこの位置、そしてメッシ。さて北澤さん、左にいたやつが、ジョーダンが左に右にいるんだよね。はい、まあいいや、左右両足の強烈なシュートを利用してキレとパワーのあるドリブルで勝負するストライカーですよね。で、こんな感じか。ポジションだから来るね。ほらほらほら、サイドに。相手にしてみれば当然抑えておく選手でしょうね。あれか、ここ新監督だもんね、今。そう、リンコンがワンブランチで欲しい。おお。抜けた、ミゲルライオン。さあライオン、ウィルフレド、サイドのスペースを使う。いいね、あー、スタリング早いね、やっぱり。おー、いい形でしょ。おー、いいね、早いね、やっぱ早い。サイドから抜け出しがこんだけ早いといいわ。あとサイドバックに足速いやつ揃えたいね、どっちかっていうと。そうね、まあファンフランと、まあ、リシュトシュタイナーとかいるから。いいシュートでしたね。セラズ落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。うん、ちょっと弱すぎる。おー、このスターリングはいいわ、うん、速くて。うん、でスターリングからメッシか、クロスでウィルフィレド、これがいいね。ただスターリングばっか使うっていうのもあれだから。ペドロがいるから早い、今後は早いね。いい展開ですね。いいね、いいね。まあ、これ使ってってオンラインとかでだんだん良さが分かってくるんだろうな、もっと。まあそうだね。ここでケディラ守っててくれるからでかいよね。でかいやつが。そうだ、ケディラってね、まあ、攻撃も強いけど守備させた方が。あ、やっぱ入ってくるわ、メッシが、うん、メッシここにいると強いわ。そっちかいって思ったけど、メッシがやっぱりトップ下のがいいわ、はるかに。うん、でもサイドにウィングでいるのもいいんだけどね。ただこの辺ドリブル結構難しいからさ、チェックを受けながらの取れないね。結構メッシも疲れてる。体力ねえんだよ。チャンス抜けた。そのあれがどうするかだね。チャンスだ。家庭のボール。あーっと。まあしょうがないね。TS上げていかないといけない。セルヒオブスケッツ。動きもまだやっぱ遅いから。この
ボールをカットします。テディラ。はい。ちょうど変なさここじゃねえしな、そもそも。そうだね。いやーっと。まあどうなんだろう、結構タイトに行く感じかな。なんか人がガーッと集まってきて。僕は読んでいました。オッケー、いい感じで取れてるな。リンコのところケデラでもいいんじゃないかなと思うんだよね。チームスピリット上げたら楽しみだな。そうです。ただし攻撃はちょっとむずい。じゃあむずい。あとそのメッシの体力の減りが気になるな。さあ右へ預けて裏を狙っていきます。多いね。いやー中だったな。あそこクロスでもいいのかもね、分かりやすくするたびに。だからクロスのね、ゲージ入力も結構難しいんだよね。クリックで単純にいくけどね。そう、中に向けてやんないといけないから、クロス上げて、なんか山なりのクロス上げたと思ったらグランダークロスになっちゃったりとかする。今結構サイドから来るみたいなのも多いから、サイドからを徹底的にやっぱ潰して意識していった方がいいよね。そうね、メッシ赤だもん。ご覧になりますか、この時間帯で考えますと。いいね、追いつける可能性もあるんですよね。クロス。ですからやっぱ油断できないですよね。いやー、もうちょっとなんか斜めっていうか、そう、ね、マイナス方向に出せるといいのか。ここ硬いと思うわ、結構。褒め的には。ここで受ける。ケディラ。さあシュートレンジだ。おお、すごい。ここからシュート振り抜いたった方がいいと思うんだよ、メッシ。いやー、メッシだな今のも。この辺だから、このゲームは結構ダイレパスが難しい ね。思ったところにやっぱダイレパスが飛んでいかない。メッシがなやっぱちょっと体力減るのが怖いな。ビルフレド、ヌゴロカンテ、ブスケツ欲しいな。ブスケツ、カンテ持ったね相手に。まあでも結構なんだろう、フォーメーション的にはなかなかやっぱいい監督だということで、スターリングのレベルもまあ上がったということでね。まあ、コシェルニがね、おもらえるね。これね、多分ね、1回ずつ曜日のやつとかやってった方がいいのかもしれないね。うん。木曜チャレンジとかも、なんかそういうのやってった方が、あ、そうだ、1回は、1回は大きくもらえるから。そうそうそう。まあ、てな感じでね、まあ、今回はまあガチャ10連、20連か、と、まあ、出た選手を使ってみたということで、まあ、黒ね、来たし、センターバックに。そうだね。まあなんか結構いい選手、サリッチも来たし、今後がすごい楽しみ。あとね、もう一個ぐらい黒くれば、結構戦える感じにはなるかなっていう。ボランチ、まあその、今でも十分戦えるんだけど、ただなんか、動画には撮れてなかったんだけど、たまにね、あの世界のレート戦の人とかと戦う時があって、そういう時にね、世界のレート戦全部黒玉なんだよね。で、全部黒玉だと、さすがに勝てない。強いね。さすがにね、チームロック差がありすぎて。強い。あの球際とか全部負けちゃうし、クロスが入っちゃうんだよね。だからそう考えたときに、やっぱりちょっと黒玉こっちも保有してないと、そうだ、ね、世界とは戦えないなということで、まあ、ちょっともうちょっとね、回していこうかなっていう感じはしてます。ということで、次回のところでお会いしましょう。さよなら。